道路に橋を作り障害物を取り除く。これは去る9月7日に行われた川崎市防災総合訓練の大山街道での風景です。関東大地震に匹敵する強い地震を想定したこの訓練にはおよそ1200人の地元市民も参加。避難用の橋と水のカーテンを通って第二会場の多摩川の河川敷に入ります。消防署員の指導で早速初期消火活動を行う市民たち。消防や警察の特別救助隊による救出活動も息つく間もなく次々と展開されていきます。市民参加の防災総合訓練、それにつけても普段の心がけが大切です。